定年退職者の方、専業主婦の方に朗報です。定年退職者専業主婦専用 YouTube で着実に稼ぐ方法が完成しました。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。スマホは動画右下の下三角をクリックすると、説明欄が開いて URL をクリックできます。有識者懇談会満州事変以後、侵略拡大70年談話報告書。安倍晋三首相の私的諮問機関21世紀構想懇談会座長西室泰蔵日本郵政社長は6日、戦後70年談話に関する報告書を首相に提出した。日本は満州事変以後、大陸への侵略を拡大したと認め、1930年代後半からは植民地支配も過酷化したと指摘。一方で、戦後の日本は、先の大戦の痛切な反省のもとに発展を遂げたと評価した。首相官邸で報告書を受け取った首相は、この報告書をもとに、先の大戦から何を学び、どのような道のりを進んでいくべきかを世界に発信する談話を作成したいと述べた。首相は、14日にも談話を発表する。首相は、2月、懇談会の初会合で、1、日本が、20世紀の経験から汲むべき教訓、2、戦後、日本の平和主義、経済発展、国際貢献への評価、3、中国、韓国などアジア諸国とどのような和解の道を歩んできたかなど5項目を諮問。懇談会はこれに沿って議論し、報告書にまとめた。侵略に関し、報告書は世界の大勢を見失い、無謀な戦争でアジアを中心とする諸国に多くの被害を与えたとして、30年代以後の日本の政府、軍の指導者の責任は誠に重いと述べた。ただ、侵略の記述に関しては、複数の委員から異議が出たことを脚注で紹介した。北岡伸一座長代理は、記者会見で、一人が賛成できないと言い、同調がもう一人いたと述べ、16人の委員のうち異論は2人だったことを明らかにした。一方、戦後50年の村山富市首相談は95年、戦後60年の小泉純一郎首相談は2005年に盛り込まれたお詫びを、戦後70年談話でどう扱うかには踏み込まなかった。西室氏は会見で、この中から何を汲み取ってどうするかは首相にお任せすると述べた。報告書では、中国、韓国、東南アジアとの和解に関する記述が全体の4分の1を占めた。中韓との間では、和解が完全に達成されたとは言えないと総括し、今後の地道な話し合いを要請。和解に向けた取り組みの一環として、世界各国の研究者が、世界史やアジア史を共同研究する場を設けるべきだと提案した。安全保障分野では、積極的平和主義の推進や防衛体制の再検討、日米同盟の強化などを提唱した。報告書は英訳版も公表された。遠山幸と松本明。21世紀構想懇談会。安倍晋三首相は今年1月の年頭記者会見で、戦後70年談話について世界に発信できるようなものを英知を結集して考え書き込んでいくと表明した。懇談会はこれを踏まえて設置された首相の私的諮問機関、歴史学者、政治学者、言論界、ビジネス界などから16人がメンバーに選ばれた。2月の初会合から計7回会合を開き報告書をまとめた。21世紀構想懇談会の報告書骨子。日本は満州事変以後、大陸への侵略を拡大し、無謀な戦争でアジア諸国に多くの被害を与えた。1930年代後半から植民地支配が過酷化。日本は先の大戦への痛切な反省に基づき、20世紀前半とは全く異なる国に生まれ変わった。戦後70年の日本の平和主義国際貢献路線は、国際社会と日本国民から高い評価。中国、韓国との和解は完全に達成されたとは言えない。